五河川広場の混雑はだいぶ緩和されたが、まだ気を緩めることはできない。祭りだからと軽んじるな。これは重要事項だ。いいな。はっ、九条サラ様。お前たちか。何かあったのか。そうか、ないに越したことはない。こたびの姿の彩り祭では祭りの秩序と治安を維持するのが我ら天領奉行の務め。何かあれば私に言うといい。すごく忙しいみたいだな。何か大変なことでもあったのか。大変というほどではない。ここ数日列への割り込みや商品転売の報告をいくつも受けてな。それと物好きな輩による顔出し看板の選挙。どれも些細なことだが、一つ一つを登記するとなるとやはり人手がいるんだ。だがこれほどたくさん助けを求めてくれるのは天領奉行が人々の信頼を取り戻せている証明でもある。姿の彩り祭の警備は将軍様の命令であり、民衆に天領奉行を再認識させる機会でもある。決して間違いがあってはならない。たとえどんなに疲れていても向き合うのが当然だ。でもそんな忙しい中ここに来たってことは、将軍様人形が買いたかったんだろ。オイラたちも欲しいなって思ってたぜ。人形とは何のことだ。私はただ近くで見回りをしていただけだ。すぐに行く。照れるなって。実は巫女から聞いたんだ。前にお前が人形を買ってた時、朝早くから列の一番目に並んでたらしいな。宮司様がそのようなことまで。いいだろう。私は常に畏敬の念を持ってこのことに向き合っている。花から隠すつもりはない。だが一つだけ訂正してもらいたい。え？なんだ？これは人形などではなく、御岳鳴神主の御事大御所様像の形をした彫像だ。分かったか？分かった。こたびの御岳鳴神主の御事大御所様像は初めて発売される新しい型のものだ。購入は一人一つまでで、総数は300のみ。多くのものは朝早くから並んでいた。こんな時間に来たお前たちはおそらくもう手に入らんだろう。そうだったのか。でもサラは朝早くから並んだんだよな。無事に手に入ったのか。普段であれば必ずやこの手で御岳鳴神主の御事大御所様像をお迎えしていたが、今は姿の彩り祭における公務の方が優先だ。店が開かれる前から我々はすでに勤務を始めている。名残惜しいが今回は諦めるしかなかった。そっか、残念だな。だから私の代わりに他のものに買ってもらうよう手配した。買ってたのかよ。でも一人一つ限定なんだよな。すごく人気の人形、肖像だし代理のやつに買わせるのは難しいんじゃないか。私もそれで困っていたのだが、連日公務に励んでいた私をねぎらって八重宮司様がとある専門家を派遣してくださったのだ。専門家が誰なのかはわからないが、大方鳴神大社か社奉行所属のものだろうと思って、私も深くは聞かなかった。もうすぐ来る頃だろう。今回は宮司様がいてくださってよかった。代理買い付けをしてくれるものを探すのは一苦労だからな。何せ早起きの気力と人気商品をその手につかむための大きな体格が必要だからな。早起きする気力と大きな体格。何の音だ。そうか、
さて、少し長いしすぎたな。次の見回り地点へ向かわねば。お前たちが姿の彩り祭を無事楽しめることを願っているぞ。